お疲れ様です。そしてご入学おめでとうございます。4月1日マインクラフトをやっていきたいと思います。春がやってまいりました。まだ、実際には4月そんなにまだ桜は咲いていないんですが、まあ桜が咲いてなくてもご入学おめでとうございます。後ろに見えるのは、まあこの4月1日を目指して作っていた映像になりますよ。こんな感じで、昨日の特別編として、こっちの黒い方の制服を着ている像を昨日作る過程をアップしました。でか、あんな感じですね。こっちはまあ黒い像ができて、でもう一体作ってみようかなと思って、で速攻で作りましたね。まあ速攻で作ったんでちょっと顔は長くなりましたが、まあでちょっと隣の像よりちょっと高くしてるんですけど、ちょっと高さ制限間違えまして、高さを間違えまして、もうちょっと高くしたかったんですけども、はい。で昨日の、夜10時ぐらいかなに上げた、めちゃくちゃ早くて何を作っているのかわからないような動画ですね。ショート動画のやつのランドセル、あんな感じです。多分早くて分かりませんって感じなんで、あんな感じになりました。で今日はですね、4月1日、まあいろんなところで年始めと言われているので、一応これまでの、はやぶさワールド始まってからの、進捗具合をちょっと見ていきたいと思います。じゃあ最初はですね、どうしましょう。一番最初に始まったところから見に行ってみましょうか。そうですね、そこら辺から見に行ってみましょう。それではそこまで飛びます。それでは最初の村、一番最初に手がけた村にやってまいりました。ここはですね、リスポン地点ですね。ここは、ちょうどあっこにパンダが見えると思うんですけど、あっこがちょうどリスポンエリア、確かここは00地点だったと思います。ちょっと行ってみましょう。エリトラあるのにエリトラは効かなかった。ちょっとで、ですね、ここがここら辺ですね。ここら辺がちょうどこの柵の中が00なのかな。今日も元気に2匹とも回っております。祝福をしているように回っております。あ、やめた。でちょうどまあこの村の説明としても、最初の村なんで一応まあ最初に紹介するのはこのスニッファー君ですね。スニッファー君まあ一応ここでただ歩いてるだけじゃなく、ここでこの通り回収機として種の回収をこの下で回収する装置を作っております。で、最初に作ったこのちょうどこのマイクラのワールド自体が、夏頃に、夏の手前だったかな、夏の手前あたりに作り始めたんですけど、あ、今一瞬雨が降ってきましたね。向こう行ったらこっち、今村の今こっち俵より向こうが、
平原では平原かな、森かな、そんな感じで、こっちがサバンナですね。ちょうど2つのバイオームが分かれてるんで、まあ村人もこうやってサバンナの村人がいたり、普通の多分いると思うんですけども。で、ここで、紹介するのが最初に作った像ですね。ちょうどこう作った理由がですね、桜のアップデートが来て直後で作ったので、桜としてイメージって言ったら、今回、入学のイメージですよね。それで作ったので、このまあ夏服っていうより、まあ夏服ですよね、中間っていうんですかね、中間の制服ですよね。そういうイメージです。ちょうど梅雨だったので。これが桜の、まあ、明るい素材を使ったピリジャの塔、襲撃者の塔とも言いますね、をここで作っております。で、向こうに多分、ですね、多分像の向こうにちょっと見えると思うんですけども、ゾンビが湧いてるってことは、ゾンビが湧いているってことは、もしかすると、ほっといてもいいでしょう。で、ここにあるのが、ネザー開通の時に作った、ピリジャの塔、ネザーの素材だけで、作ってあるピリジャの塔ですね。こんな風にちょっと暗黒っていうか、ちょっと黒っぽい感じでできております。で、あとはここがですね、まあこの像の入り、あの像の入り口とも兼ねてるんですけども、ここが秘書さんハウスです。ここでいろんな交易ができるようになっております。まあ軽く見ると、まあこれですね、で修繕とかそんな感じです。で、ここがですね、ここから上に上がれまして、ここにこの像の中を移動できて、で、ここに倉庫があります。この村の倉庫になっております。で、ここにこんな感じで、ここに何で大きい穴が開いてるかと言いますと、多分クリーパーかなんかが爆発したんですね。ですね、で、あとはですね、実はここにアレイがいるはずなんですけど、アレイが見当たらないんですけど、アレイさんはどこ行ったんでしょう。下かな、もしかして。アレイさんがいない、下に。アレイさんを探せ。どこ行った、アレイは。ないですね。で、ここから見ると、シオキツネさんが下にいるんですけども、このシオキツネさんは、このベリーですね、スイートベリーを回収する装置っていうか、回収してくれております。で、その隣には羊さん。こっちの赤ピンクと赤がいますけど、この2匹だけじゃないんです。この下にですね、ですね、まだまだ回収機はいっぱいありまして、ここから降りて、
入り口がありまして、その像の下にはこのように羊さんがいっぱい並んでおります。多分今ハサミがないのかな、そんな感じになっております。ここで前職回収で切り取った毛はこのここにですね、仕分け機があります。ここに全部行くようになっております。ここですね。で今あっちの桜の村の像を作るためにほとんど羊の毛を持ってってるんで、今ほとんどここにはないんですが、まあ次また溜まっていくでしょう。あとここが、マグマをここを溜めておくところですね。でここがですね、まあここがあれですね、このスイッチを入れるとこの通り花が製造されます。この花製造機なんで、あとは下で動いているトロッコが回収して、ここですね、ここに、出てくるっていう寸法になっております。そしてここにも師匠さんの、主さんの家がありまして、あとは石工さんとか、まあ最初はこんな感じですよね。あとはですね、ここに、鉱石のブロックを全部並べております。はい、鉄ブロック、ダイヤブロック、石炭、はい、一番見つけるのが大変なエメラルド、はい、これが一番大変ですよ。これ一番レアじゃないですかね、この深層エメラルドです。まだ1個しか見つけておる、ん ?1 個だったかな、うん、しか見つけておらないんで、まだ見つけたらもしかしたら他のとこにもこういう博物館作りたいですね。今ここにしか多分ないと思うんで、あとはレッドストーンですね。で金と、ラピスで銅鉱石のブロック、ちょっと夜なので寝ましょう。よいしょ。そして次がですね、ここですね、これはイメージ的にはまあ昔よく昔そんな昔かな、まあクリーパーガールとかあんな感じのそういうのがなんか流行ってたのかよくわからないですが、その中にはですね、こういう畑を作ってたのと、ここには、この村の骨粉を作るところ、あとは四連釜です。こんな感じですね、四連釜で、ここには竹回収機と竹回収機がありまして、あとはここは昆布回収機ですね。まあなんかはまってますけど、ここで昆布がこう通ってここで回収されます。お、結構取れてる。で、こっち裏手
サボテン回収機、サボテン、そのまあサボテンは占領すぐしてるんでそんなに溜まってないですね。あとは当初ここにビーコンを建てようとして全然動いてもない、まあ赤茶色のピラミッドですね、はい、赤砂系とブロックで作って、で青のテラコッタですね、青のテラコッタで色付けして、なんかこれを見ると何ですか、ウィザーがいるんじゃないかっていう、まあビーコンはウィザーを倒してから手に入るものなんでね、まあウィザーの感じで、でそしてあとはまあ深層系統のブロックで建てた、教会でしょう。で、あとこんな感じですかね。で、ここ。で、この感じで。はい。まあ、いろんな建物があります。ここも村人さんの、この2軒は村人さんの寝る場所に今なっておりますね。あとは馬小屋がありまして、はい、馬小屋があって、こんな感じで、はい、こんな感じでございます。まあ馬小屋入れきなくなったのでここにいますけど、で次がですね、行きたいんですが、メザを通っても行けるんですが、あ、もう一個説明しないといけないわ。ですね、この道の向こう側、ただの階段ではございません。ここにでは、ここではですね、一番最初に作った、モブトラップ、敵モブトラップとかモブトラップになっています。これが一番最初に作ったやつ。ここにゾンビとかを全部おびき出し、寄せて、この真ん中の焚き火で処理するタイプ。で、その次に作ったのがここですね。この猫ちゃんが中で待機しているので、これで猫ちゃんを置くことで、クリーパーが猫から逃げようとするので、クリーパートラップとして稼働しております。クリーパートラップなんですが、まあ、高さ制限を決めてないんで、まあ、他のモブスケルトンとかも出てきます。で、多分そんなにはないと思うんですが、こんな感じですね。今火薬も、火薬ちょっと待っとこう。で、こっちのクリーパートラップの方もこんな感じ。で、火薬を1スタック手に入れていて、あとはサトウキビが必要ですね。サトウキビ回収機はそこにあります。で、こっち竹か、これぐらいでいくかな。これで紙を作ります。紙を作りまして、ロケット花火で、ロケット花火ができましたら、どこで下げるかを手に入れたんだろう、いつの間にか。
それでは次の村に行きましょう。次の村はですね、向こう、ちょうど向こうです。サバンナの村が、まあこのまま見に行きましょう。今見えてきましたのがサバンナの村です。これは最初からある村です。まあ軽くサバンナの村をちょっと紹介しますと、まあただの村です。ただの村で、ダメージが危ないという。でまあこれがちょっと線路を引いてあるんですけど、これがですねどこに続いているかと言いますと、これが、ちょっとあっちのメイン拠点ですよね。あっこに泊まれればラッキーなんですが、泊まれないのでここに泊まる。でですね、ここでもうちょっと装置を作ってまして、あっこに見えるこれ何かと言いますと信号機です。はい、鉄道でいう信号機です。今赤なんですが、これをどう操作するかと言いますと、本来だとトラッコになって操作するんですが、これでどうしたら青信号開通です。でこれをトロッコ行かせます。トロッコ行かせると赤信号に、トロッコ行ったんで赤信号に変わります。まあただそのためなんですが、じゃあこれ元に戻らないのかって言いますと、本来ボタンを押して戻るんですが、ですね今まだ途中なんですが、ここを今つけてるんですが、通ったらですね、ここが青に変わるようにできんかなっていう、ちょっとそういうのを考えております。じゃあ行きましょう。でさっきのトロッコはずっとここを通って、今下を通っております。はい、トロッコは今下を通って行っておりますね。はい、います。でトロッコの終着駅が、はい、こちらになっております。来ましたね、トロッコ。でここはなぜか海じゃないのにウミガメがいるという、お夕方ですね。でちょっとサバンナの村をブラブラしてみましょう。サバンナの村の地図があるので、地図が これですね。サバンナの村はこうなっております。はい、それではちょっとベッドをお借りしましょう。夜のはずなのに。でこうこんな感じで、サバンナはこんな感じ。まあ何もほとんどいじってないんです。いじってるとしたら、ここから村人を増やしていったので、まあここに村人を増やす装置、昔まあ去年あたり作ってたんですけど、あっこまで連れていくのがもう船だけだったんで。でそして次サバンナの村の向こう側、ですねサバンナの村の向こう側、今建物が見えましたけども、ここは今建設途中の
土地になります。今ここで建設、この中に村人さんがいるので、はい、なんかまあ寝てますけども。で、今年、これは今年の1月から作り始めている、ところになります。で、これが今年の干支ですね、2024年の干支、龍です。まあこれも動画で上げてるんで、作ってる風景動画で上げてるんで、それを見てもらったらと思います。そして次の、次は今あっこにまた襲撃者の塔が見えたと思いますが、ここがジャングルの村です。ここもまだ作ってる途中でもあるんですが、今多分ここら辺かな、屋根がまだ途中だった気がするんです。で、ここのピリジャーの塔、襲撃者の塔の紹介なんですが、使ってる素材がジャングルで手に入る素材を使っております。これがジャングルの木ですね。で、ジャングルの板材で、これがオークの板材、まあジャングルにもオークがありますんで、オークの板材あります。で、アップデートで追加された竹の板材とか竹の分ですね、竹系と結構いいようにできたと思うんですけども。で、中に入ってみると、お迎えするのはネザースターですね。はい、ネザースターがお出迎え。そしてこれどうやって上がるかと言いますと、水力エレベーターです。で、ここにも眺めが、多分眺め一番ここは最高なんですよね。多分海から見ると結構いいように見えるんです。あと全種類のパンダがあっこに並んでおります。で、こうやってまあジャングル中心ので、ここに、寺院ですね。ジャングルの寺院風に作りました。っていうかジャングルの寺院風っていうか、そのものをまあコピーして見て作ったんですけども、ここにある寺院なんかなかったんで、はい、この寺院はまあただ立ってるだけではなく、ですね、ここはこれですね、このかぼちゃとスイカ回収機です。この中で、どっか見えないかな、見えないだろうな、見えるか、ちょっと待ってくださいよ。陣の上に着陸、こんな感じで、ここから見えるようになっています。今多分朝になったばっかだったと思うんで、今まあできてませんが、ここでできて、朝と夜に回収するようになっております。あ、これですね。で、雷が落ちても回収できるようになっております。で、そしてあっこがまあマグマのたまり場で、竹、まあここにも何かを建てる予定ではあるんですが、まだ決めておりません。で、そしてですね、こちらの建物、まあ美術館ですね。マイクラのあの出てる絵とかを全部飾っております。まあ多分全部あると思うんですけども、で、そしてここの竹の村をちょっと外から見てみましょう。
ぱちょっとこの竹の村好きなんですよね。色合いがいいっていうか、竹の村っていうかジャングルの村、こんな感じでございます。はい、こんな感じでできております。まあ上とかにもうちょっとで、この村あれなんですけども、でっかいアップデート来てないはずなんですよ。まだ来てないんですよ。 1.20 で作った村なんで、チャンクバグみたいなのはないはずなんですが、チャンクバグないはずなんですが、ですね、これなんか不思議な、ジャングルの木とかがあるんですよ。半分、これ確かでっかいアップデートを何回か積み重ねるとできるバグって聞いてるんですけど、そのでっかいアップデート今回まだ来てないはずなんですよね。しかもこのジャングルの村を作るときはまだそんな、その次のアップデートが来る情報も何もなかったんで、なんでこんなのができるのかなと思っております。そしてですね、じゃあ次もうこのまま飛んでいきましょう。ですね、次がですね、そろそろ着くと思うんですが、ここもなんか次の村はですね、結構なバグが確認されているんではないのかな。どこら辺だったかな。ここら辺の気がする。ここらじゃないですか。あ、ここだ。いや、ここか。うん、ここだ。次の村はですね、ここの着陸します。ここのジャングルの村、ジャングルじゃない、沼地の村です。この葉っぱをかぶった村人さんたちがいる村です。で、ここは結構なんかやっぱりジャングルの村っていうのが存在しないからか、バグが多い村になっております。ショート動画でも上がってました。ここですよね。多分大丈夫だと思うんですけど、種を植えたらかな、何かをしたら、一気に育つみたいな、種だったかな、種植えたらだったかな、何だったっけ、結構前であれだったんですけど、そういうなんか不思議な現象、まあショート動画を見てもらったら多分わかると思います。まあこの村には結構バグが隠れているみたいなんで、実際にはこの今村人さんたちがいますが、こんなにベッドはございません。こんなにベッドはないのですが、村人さんがこんなにいるという不思議な現象になっております。なんで寝れない、こいつらは寝れるのになんで寝れない。ちょっとち
そしてまあここにもこんな感じで、であれがですね、今もうちょっと稼働はしてないんですが、ここに粉雪があって、でここにホッパーが並んでます。これは何をするところかと言いますと、ここはスライムが湧くところなの、町なのでスライムが湧くんですけど、スライム回収機なんですよね。回収機だったところです。はい、まあ代わりにゾンビがいっぱい取れたんですけど、まあここは装置をそんなに作ってないっていうのもあるんですが、あとはまあなんか村人が落ちてますが、スケルトンホースもしてますが、ここウーパールーパーがいます。それではじゃあ、それではここかちょっと遠い、次は、雪山ではないんですが、雪と大河の村に行きたいと思います。それでは飛びます。そして、大河の村にやってまいりました。ここは大河の村なんですが、こっちを見てもらうと雪をかぶった氷のバイオームになっております。雪をかぶった氷のバイオームがこっちの下にありまして、でこっちが雪の雪原、雪原っていうか、雪山の、バイオーム、3つのバイオームがあるんですかね、ここは。でここでは、ですね、そう、あ、これ雪国の村人さんがここにはいます。でここに、村人さんの家が、雪国の村人さんの家がありまして、で、ここを警備してもらくれてるのが、このスノーゴーレムさん、元気かい？はい、どうも。かぼちゃを取るとこんな顔しております。ですね、そしてこれが去年クリスマスの時にやったクリスマスツリーです。一番てっぺんには、ネザーライトのあのブロックですね、あれが一個はめ込まれています。でそしてここがですね、一番下まで掘り抜いている途中のものです。この一番下にですね、ウーパールーパーがいるエリアがあるので、そこでウーパールーパーを捕獲する場所ですよね。で氷のお家になっているところがありまして、こんな感じで、でこのひまわりがなってるこの建物なんですが、降りてもらうと、まあ村人落ちちゃいけないんでこう閉めます。ここはですね、今ブク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 って聞こえると思うんですが、この泡が見えますね。この泡、ここにですね、ここマグマブロック、ここ回収機あって、ここで、魚とか、まあ魚系と、光るイカスミとかを回収できるようになっております。まあここは結構離れたところなので、離れておかないとこのマグマブロックの泡で、結構重くなるので、まあいろんな装置は作れないんですが、
ムラントさんたちが動き出した。で、ここにはですね、ちょっと夜がなったので、ここはね、解かないと多分まずいところなんで、ここは、普通のスケルトンじゃなくて、ここはストレイが出てきます。結構ストレイに結構やられたんでね。そしてちょっと土ブロックを持っていくか。ちょっとここ掘って、砂利が出てきた。砂利もそのうち欲しいんですが、ですね、ここで土をどうするかと言いますと、早かったらちょっと説明のためにちょっとだけなんで、次がですね、ここの建物、ここの建物なんですが、ここちょっと村人さんたちがなんか結構入っていくので、でここ階段を降りてもらって、下に行きます。はい、水の中はこんな感じですね。ドラウンドがいます。はい、でここの施設が何かと言いますと、ここ今きれいきれいになって、こっちには粘土ブロックと泥がありますけども、これはですね、まあ見ててもらったら分かると思うんですが、この通り、泥です。これは泥ブロック製造機です。でここにはですね、無限に水を作ってくれる場所がありまして、まあちょっともう一回置いてみますね。でここを見てもらったら、はい、水入り瓶がまた自動的に上に上がっていくっていう、水が汲まれて上に上がっていくんですね。自動的に全部自動的に動いております。で次こちらなんですが、こちらがですね、この置いてある通り、マルチ製造機と、この玄武岩かな、玄武岩製造機、まあ玄武岩製造機をまあ動かしてみるとこんな感じです。ボタンを押すとこんな感じで製造ができます。無限に製造ができます。この通り勝手にずっと動いていきます。でこれを押し出してくるので、はい、このまま回収できた。で、ここに
溜まっていくっていうパターン、こんな感じです。あとはこれが、鍾乳石ブロック回収機、今43伸びて、あっこのオブザーバーでのところまで来たら両方のピストンが動いてガシャンと、で鍾乳石はこういうのも使えるんで下に置くことで、粘土ブロックが、泥か粘土ブロックが作れるようになります。そして次行きましょうか。次はですね、次はここまで来たら、次はですね、そう視聴者さんとかは知ってると思うんですが、これちょっとスノーゴーレムが少なくなったんで、ちょっと一体作っておきたいと思います。あとなんでこれ雪ブロックが今横に横たわってるかと言いますと、スノーゴーレム作るとき大抵縦積みなんですよね。縦積みができない、例えば狭いところでスノーゴーレム縦積みできない場合、まあこんな感じでアウトするじゃないですか。そしたら、こうやってスノーゴーレムは、こんな横にしても作れるので、はい、結構便利です。横に倒れとってもスノーゴーレムできるんで、天井が狭いとか道が狭いところでは横にしてやると結構いけます。まあこのバイオームはこんなもんですかね。それでは、一番最初の桜のバイオーム、桜の村に行きたいと、戻りたいと思います。それではジャンプします。そして最初の村に戻ってまいりました。でこの村の説明をじゃあしていきたいと思います。で真っ先に目に入るのはこの、まあここに固まってる像ですよね。まあ今日のために作ったやつです。でランドセルはこんな感じですね。こんな感じで作っております。で後ろのスキン像2体、こっちがセーラー服バージョン、こっちが、ブレザータイプですねの2体を作ってみました。まあ、最初の、リスポン地点の村、あっこの村で像の中にいろんなものがあったと思うんですが、まだこれ作っただけなんで、まあ何も入っておりません。まあ今後何かを入れていこうかなというのはあります。まあ入れていきたいのは入れていきたいんですが、この村にも一応装置が結構ありまして、重くならないようにしたいので、まあ一応最初の紹介ですが、まあ先に仕分け機から、まだ未完成の仕分け機ですね。片方しかまあできてないんで、ここに、このウールとかを入れて、でここに仕分けられて いっているはずだと思います。こんな砂とかこんな感じですね。こんな感じで仕分けられております。今まあ鉄とかは今ないですが、金とかはダイヤも
端の加速してる。で、まあ仕分け機はまあ未完成ってことで、でここですね、ここは、グローベリー回収機です。今グローベリーできてますが、コンツタが今あともうちょっとですね、ここまで来ると、回収が始まって、今これだけ取れております。グローベリー回収機今順調に動いておりますね。でそしてここなんですが、ここがですね、まあ一番今回の、去年のアップデートで追加されて一番最初に今紹介した、スニッパーが回収してくる種ですね、の中の、このトーチフラワーの種です。トーチフラワーの種を村人に渡すと、トーチフラワーのトピックじゃ意味があんまりないんですよね。で村人にトーチフラワーの種を渡しすぎると、骨粉にしてしまうので、渡しすぎには注意しましょう。で村人さん、なんかいますか？いましたね。村人さんに、ちょっとここ一個残して、受け取ってください。こうしてこうして受け取れ。はい、こうやってもらってくれます。トク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 。そしたらあのまま持ってった感じでこの通り植えてくれます。そして村人さんが植えて、でここに、ここですね、まあここら辺もう一緒に植えておきましょう。でですね、これがどうなるかと言いますと、骨粉にして、ここが、1段階2段階3段階で、自動回収が始まります、ね、これ回収されていきます。そして回収されたものがさっき僕は種を拾ったところ、ここですね、ここに出てくるという。でこの種を村人さんに、渡しまくります。そして後で多分上に来るでしょう。次がここです。ここの農民は人参を回収してくれる農民ですね。人参畑です。以前人参畑を、そこに作ってたんですが、ウサギが食べるってことが分かったので、柵を設けて高い位置にしました。そして次紹介するのは、あれですかね、簡単に紹介できるのは、あ、ここの施設、ここの施設はもう手っ取り早く、スケルトンのみなんですが、
ここのスイッチを入れることで、下に、スケルトン部屋がありまして、でスケルトンができたスケルトンがここに降ってくるっていう寸法です。多分来ると思うんですけど、多分湧き寄るはずなんですよね。来ないですね。音はするのに。あ、来たんじゃないかな。多分もしかしたら来たかもしれません。スケルトン。はい、ここにスケルトンが出てきます。多分もう一体食うでしょう。スケルトントラップです。はい、ここがスケルトントラップで、もう一個トラップがありまして、もう一個のトラップがですね、こちら、たまたま見つけたんですけど、これはスポナー部屋ではありません。ここ降りてもらいますと、ここに、敵モブが落ちてきまして、ここでスライムボールはこんな感じですね。ここ結構スライムが取れるんで、もう最初に紹介した沼地のスライムトラップのとこ修理しておりません。でこのようにこんな感じになっておりますね。今スケルトンが流れていきました。でスケルトンが流れて、でここに、あ、クリッパーまで来てる。こうやってで、そしてスケルトンがさっき来てたんで、実はですね、ここに来るまで、敵モブはですねダメージを食らってるんですね。そういう理その理由が、ここの途中に、粉雪ステージがありまして、粉雪でダメージを食らって、まあスライムとかはちょっとダメージを食らってですね、こんな感じで、でここら辺の石をちょっと掘りたくはないんですけども、ですね、ここ何でしたっけ、何をさえ、あ、スライムの音だ、違った、多分スライム来てんじゃないかな、雲か、あ、スライム来る気がするな、あ、ピチャピチャ音がする。いや、これはどこだ。来た。来ました来ました。スライム、スライム、いっぱいスライム来た。スライムを倒せ。よし、スライムは今日もいっぱい溜まっていく。詰まってる。もしかして詰まってる。スライムが倒したのに集まっていました。ここですね、はい、スライムボールが増えてきます、増えてきますね、詰まってましたね、うん、
感じです。で、ですね、多分今外は夜なので、でですね、ここでまあ経験値を増やしていてもいいんですが、まあどうやったらあさって上がるかというと、ここに村人がいるんですよね。攻撃をしてくれる。その村人が起きてるってことは朝なんで、明るいってことなんで。うん。まあ結構スライムボールも結構溜まってきましたね。こうやって回収して、多分今エリトラが回復してるんですね。うん。まだ起きないかな？うん、起きてるだろう、あれは。返事をしたぜ。うん。いろんなモブが落ちてくるんで、ここもここで。朝にならないな、まだ。お、次のが来た。うん。うん。いっぺんに降りてきた。そしてそろそろ村人が起きましたね。じゃあ戻りましょう。で、水流エレベーターで一気に上がっていきます。この地下はスライム取れるので結構いいところですね。この地形がいいんですよね、結構。で、こっち一応隣も村を隣接されてるんで、こっちはもともとある村です。で、あとはご紹介をするのは、まあ、まあこんな感じですかね。村もあって、あとはここに2つの長屋があって、その向こうには、ついさっき捕まえた、スケルトンホース4体。そしてまあ、今回の力作、一応これには一応まあここに赤のまあ橋をかけまして2本かけております。まあこれがここ本来だったらあるあの紐ですね。それをイメージしてかけております。こんな感じで、もうちょっと高かったら今度は、なんです、あの粉雪回収機が作れるですけども、ちょっと像がちょっと低いため粉雪回収機は作れず、そこに物を置いたら、そこに大釜を置いたら、雨水回収機ができます。意味がありません。水は近くありますからね。まあ雨水、まあ水を回収する場所は、うん、で悪夢も一応村があるんで、あと紹介するのって言ったら、まあいいんですけども、まあ一応紹介しておきましょうか。あそこに、ここですね、
全種類の猫、猫では全種類だと思うんですけども、ここに、10匹の猫ちゃんがいる、種類の猫ちゃんがいるんですけど、プラス、プラスアルファ11体目は、ジャングルの猫、山猫ですね。懐かせることはできるんですが、ただ逃げなくなるだけで言うことは聞きません。ここから見ると、片方のこのポニーテール、ちょっと片方出てるポニーテールが特徴、ちょっとずっと作ってみました。まあもうちょっとポニーテールをちょっと高いところにつけて粉雪集めようかなと思ったんですけど、見た目が結構悪くなったのでやめました。まあこんなもんなんですかね。ですかね、こんなものでしょうね。はい、増えてないっていうですが、まあこんな感じで今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。これからも、はやばさチャンネルをよろしくお願いします。そしてもう一回、もう一度言いますと、ご入学、ご就職、おめでとうございます。これからもこのチャンネルをよろしくお願いします。まあこの場を借りて、まあ、一言言いますと、このチャンネルは、このマイクラの動画、マイクラチャンネル、マイクラと、まあ鉄道旅、まああとはいろんな風景ですねをアップするチャンネルとなっております。まあ多分そんなにはまあ一番の趣味はまあゲームですかね。ゲームが趣味なんですが、今日もご視聴ありがとうございました。これからもいろんなものを作っていきたいと思います。まあ軽く今考えているのは、今時々茶キノコと赤キノコがそこら辺にポツポツとあるんですけど、あれのちょっと地蔵に回収できるものが作れないかなっていうのもちょっと考えております。そして、結構前じゃないな、昨日がこの象の作る夜動画だったんですが、その前の動画の時にですね、冒険に出たんですけど、冒険で僕の記憶、大きい池があったところに確か遺跡があったように思えたって言ってあったんですけど、方向が間違ってました。ちょっとこっち側でした。こっち側にありました。まその次の動画に上がるのはちょっとそこをちょっと探検してみようかなと思います。
そういうことでご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。うん、あのランドセルの中は倉庫にしようかな。うん、それがいいかもしれない。それではまたお会いしましょう。